LM-68 はかつてソビエト連邦に存在した輸送用機器製造メーカーであるレニングラード都市電機車両修理工場が1968年から1975年まで製造した路面電車車両。連結運転時に先頭車両から編成を一括して操作できる総括制御に対応した車両でその車体形状から 水族館という愛称で呼ばれていた。1960年代、レニングラード市電をはじめとするソビエト連邦各地の路面電車は急増する需要への対応が課題となっていた。そこで、多数の乗客を一度に輸送可能な連接車に加えて、一両でも運用可能な路面電車車両を複数連結し、戦闘車両から一括で制御を行う。 総括制御運転が検討されるようになった。それに対応した車両としてまず1967年に試作車である LM-67 が作られ、その結果をもとに設計が行われたのが量産車の LM-68 である。総括制御に対応させるため、終電装置から主電動機へ電力を流す回路と別に制御用の別の回路を用意する。 間接制御方式が LM-57 に続いて導入された。これにより最大3両までの総括制御運転が可能となった。ほか、高い電圧が運転台を経由しないため安全性が向上した。車体に関しても構造が大きく変更され、それまでの曲線的なデザインから側張りを減らした直線的なデザインに改められたほか、側面窓が大型化し、 天井と側面の間には、天窓も設置された。上高扉は、車体の右側面に3箇所、両開きの2枚折り戸が設けられており、コンプレッサーを用いやすく空気で稼働した。系統表示器や行き先表示膜は右側に寄せる、形に配置されていた。主要機器は、薄地方府車両工場で製造されていた、KTM-5 と同様の機器が用いられており、 各台車に2機設置されていた、主電動機の DK-259G7 からの動力は、カム軸を介して車軸に伝えられた。1968年に最初の車両が製造され、翌1969年から、レニングラード市電を含むソ連各地の路面電車へ向けて量産が始まった。総括制御を用いた連結運転による定員数増加や、 速度向上は利用客から高い評価を得た一方、水族館とも称された天窓が存在する、車体構造によって製造工程が複雑化したこと、車体自体の強度が不十分であったこと、さらにガラスの清掃をはじめとするメンテナンス面でも難があったことから1975年に量産が終了し、以降は設計の簡素化、メンテナンスの容易化を図った。 LM-68M へと移行した。最初の導入先となったレニングラード市電では1988年に引退したが、1970年代にサイリスタチョッパ制御方式の試験者として改造された一両については1993年まで在籍した。試験終了後に試験に用いた電子機器は撤去、解体されたが、1997年に、 登場当時の外見や内装を含んだ胴体復元工事が行われ、2020年現在、ペテルブルク電気車両博物館で保存されている。ありがとうございます。